ギリギリまでまた喋ってましたわ、ほんま。インターネットに接続できません。有線。有線。はいはいはい。有線。はい、はい。なんやろね、これ。ギリギリだったっすね。そうなんです。申し訳ない。申し訳ない。はい、昼間のお仕事してるときに、うん、僕あれなんですよ。その当時ね、うん、流行ってた、うん、この放送がスタートするきっかけになったのは、はいはい、あれですよ。誰でしたっけ？高野由里。はい、高野由里に届けるまでやり続けるっていうので、あのメンズエッセのああいう美顔器も買ったし、うん、で毎朝毎朝スムージー飲んで、うん、バナナ2本入れて小松菜入れてのやつをやってて、その時やたら褐色が良くて、うん、褐色って血色がね、うん、ものすごい良かって、うん、だんだんそれをやめるっていう、そうだね、当年の目標なくなるっていう、なくなった、なくなりました。高野由里に別に届かんでええわってなってますね。もう今確かに、はい、もう今はだからね、あの、うん、大島優子しか眼中いないです。そっち来た。大島優子しか眼中いないです。はいはい、はい、ということで、はい、今日もスタートします。はい、オープニングトークね、もうちょっとしたいなっていうのがあるんで、やろうやろう。あのね、うん、気づいてくれたかな、みんなも。ね、気づいてるでしょうね。ね、毎回ね、うん、まあこれもまた自分のことになってしまうんですけれども、うん、私帽子をかぶってたんですけど、はいはい、今回から帽子をかぶることをやめました。うん、はい、それはなぜかと言いますと、パーマかけました。やたら気に入ってる、ね、そうなんですよ。やったらやっとね、ここまで伸びて、うん、でパーマかけれるぐらいまで来たんですよ。うん、でこうこのツイストツイストなんですけど、うん、ちょっとかけて、うん、でこれもね、タッキーさんの知り合いの美容師さんのところで、うん、B-WAVE さんですね、神崎にある、神崎にある B-WAVE さんのところで、うん、あかん、名前飛びました。何城でしたっけ？何城言うて、広瀬城。あ、広瀬城。広瀬城にツイストをかけていただくという、和歌山でもコンテストでナンバーワンになったって言ってましたよね。ナンバーワンにはなってないんじゃない？ナンバーワンにはなってない。入賞うん、されてて、うん、でそこでこうやってもらう。でしかもこれもあれですよ、タッキーさんにもね、こっち側やってもらうっていう。やったね。10年ぶりでしょ。10年ぶりにやったね。10年ぶりにツイストかけてもらって。いや、楽しかったよ。どうですか、タッキーさんから見て、この。いや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 、どうですか、パーフェクトでしょ。いや、パーフェクト。パーフェクトでしょ。モデルがいいんかな。いや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 、何いや、このツイストをね、その僕なんかずっと言われて、タッキーさんになんか似てきた似てきたみたいなずっと言われてて、うんうん、でなんかそれがすごい尺やったんですよ。はいはい、はい、でちょっとさっきパーマかけたろかいと思ったら、なんか僕もパーマかけようと思ったみたいな感じで後出しできて、うん、後出しじゃねえや、後出しでしょ、完全に。完全に後出しじゃねえや、今。与沢翼やん。そうやな、完全に秒速やん。完全に与沢翼部屋、前髪バンクあるっすやん。やばいやろこれ。こっからパーマにしようと思ったのに、はい、さっきやって、はいはいはい、結局僕がかけてるから、はいはいはい、僕のやりたいようにやるやんか。そうですよね。ってことはこれと同じ頭になるから、はい、なんか僕が真似したみたいになってくるやん。はい、もうそうでしょ、もう絶対そうなるでしょ。完全に僕がやったのに。でしょ。で今もうね、今日の放送髪型気にしすぎ、自分。いやだってもう与沢翼やから、ね、いやもう二人ともめっちゃ気にしてる。僕もずっともうこんなやってますからね、こうやって。じゃあほんでね、その、うん、パーマかけてる時に、うん、結局僕は今までもパーマ、うん、まあ、いろんなとこでかけさせ、まあ、美容師があんまり好きじゃないと、うん、美容室が、うん、その前にも放送で言ったように、うん、こう今日は雨ですねって言われる会話がちょっと苦手だっていうふうに話をしてて、うん、で、まあ、そこで行かせてもらって、うん、まあもうほんまその話をしたらしたで、その言うてくるんですよね、今日は雨ですよねみたいな感じのとか、腹立つわこいつ思いながら、ほんま分かった、接客してきてるなと思って。うまいなと思いながら、でもね、ものすごいこう空気感を良くしてくれて、うん、でこうすごい苦手な自分やったんですけど、うん、ものすごい、まあ、お話もいろいろ髪のことであったりとか聞かせてもらって、うん、ちょっとリアルにヘッドスパと、うん、何でしたっけ、毛なんか汚れペヤって出すやつみたいな。はいはい、はい、あれをちょっと行こうというふうに、はいはい、ちょっとものすごい行きやすかったんで。すげえ行きやすい。すげえ行きやすかったです。びっくりしました。美容室ってこうなんやなっていうふうに。まあでも人によりなよね。お店によりなよね。なるほどね。うん、よかったっすわ、ほんまに。ものすごいいいところやったんで、ぜひ僕はちょっと、
出没させていただこうと思ってるんで、はい、ちょっとケアしやんのこの辺がちょっとやめとけやめとけよ、ほんま怠るなよ、いや神のいやほんまね、僕あの夜あんまりお風呂に入らない人なんですよね、うんうんうん、でまあ朝入ってっていう感じでずっと今までもやってきてたんですけど、うん、やっぱりこうね、ほんで帽子も常にかぶってたじゃないですか、うん、でこれでちょっとやっぱり言われたのが、うん、帽子をかぶるとそんなにやっぱよろしくない、よろしくないね、ね、うん、その血行が止まったりとか、うん、その髪の毛自体が頭を守るためにあるんやけど頭守らんでもいいよっていう風なことになってくるらしくて、うん、やっぱねそのほんまにニット帽ばっかかぶってたりしてたんで、うん、この後ろの量とこの前の量が全然違うと、うんうん、で昔も一回パーマかけた時に、うん、この辺美容室でパーマかけてる時に、うん、うわーってやってもらってる時にうわこれやったらロット多分数足りやんよって言われて、うんうん、いけんのかなと思いながらこの辺やってもらったらあ足りたわって言われたんでほんま張りましょうかな思ってほんまにそこがもうすっかすかやからすっかすかなんですよねだほんまにすかすかでその、うん、海とか行った時も、うん、結局海バー入って上がってくるじゃないですか、うん、上がった時に前髪シュッて水こうなるでしょ、うん、ほんまにもうなんかチョロってなってるんですぐ髪の毛こうやってこうやってふわってするんですよ僕でこっちバーってこんな感じ分けて、うん、そうやっとかんかったらこいつあれってなるんで、ほんまパーマかけてる時そのデリケートゾーンちょっと気使うよね、じゃあほんまにねだいぶ気使ってくれてましたもんね、気使うね、液のかけ方とかね、そうなんですよ、うん、なんか2人でやってくれてる時も、うん、どっちもここ嫌って言われてお前らほんまと思いながらお前ら何を言うてんねんって一番気にするとこやぞと思ってで僕その背も小さいじゃないですか、うん、で背小さいし、うん、その結局頭はげてしまったら、うん、もうダメでしょ、そうやねだってまあまあその、うん、何と言いますか喋りとかで面白くするみたいな感じであって、うん、それが美味しいみたいなもうポジション的に芸人でしょ、うん、芸人ちゃうしね素人やしそっち行けよっていう風に言われたりもするっすけどちゃいますし、やっぱ彼らプロですからそれでお金もらってる人らにはやっぱりどうしても叶いませんし、うんうん、その素人の中で、うん、あの毛の生えた程度っていう形のポジションが今自分がすごい気持ちいい、うん、ほんまに大会を知らんぐらいが一番気持ちいい胃の中の蛙でいい胃の中ではめっちゃおもろいめっちゃおもろいです挑んだからあいつやんばみたいなクラスで一番おもろみたいな感じですけど地区大会までも行かんでいいもうそこでいいのほんまにそれが面白かったら自分はもうね十分でございます、はい、ほんまにそういう形でやらせてもらいたいと思いますんで、はいはい、皆さん、はい、今日もねあそうなんですいつもの形に入っていきたい前に、うん、今日、まあ、最後でいいかいやまあまあ言っといたらええんちゃういいですか、うん、いいですかこれ見てこれ見て可愛いよね。ゆずは。うん。って照れてもた。これ私が今推しメン、私の推しメンです。うん。僕の友達の子供なんでございますけれども、うん、可愛すぎて好きすぎて、うん、自ら T シャツにするという。うん、まあ一歩間違えれば危ない。危ないよね。やばいですかね、うん。気をつけてくれよ。やばいですかこれ。ほらもう可愛すぎません。いや可愛いよ。ほら。いやいやほらって。可愛いけど危ないよ。ヒョン吉みたいや。あともう一個気になったりてから、はいはい。今突っ込んでるか分からへんけど。ちょっと待ってください。やめ何ですか何ですか。ちょっとそれ恥ずかしいかもしれないんでやめてもらっていいですか。あのね。はい。携帯のカバー大丈夫かな。ちょっとね、まあ、ここでは見えへんけど、こちらちら見えてたんよ。はいはいはい。はいはいはい。わかりました。うん。大丈夫なんかな。わかりました、うん、一応僕 iPhone なんですけど、うん、iPhone 使ってるんですけども、うん、です山田ですと何だろうなその山田ですちょっと重厚そうな家の表層やばいでしょこれ自己主張 iPhone と言いまして今某ドンキホーテの方で、うん980円で販売がありまして、うんうん、パッと見た瞬間に即買いですよねそれでもちゃんと表札みたいなの作ったらめっちゃ売れるんちゃう絶対売れると思いますよね、うん、でもなんかそのいろんな名前もあったりしたんですけども、うん、やっぱりね
なんでか分からないですけど、この山田っていうのが量多かったんですよ。まあまあ、ね、ほんまなんでか分からん。大体山田やろ。やめとけよ。その、あの日本で一番多いせい、鈴木とか佐藤とか言うてくれるじゃないですか、うん、でそれで、まあ、100均とか行った時に、うん、自分のハンコ探しに行きたいよと思って行った時に、うん、鈴木と佐藤が5個しかなかって、うん、で僕のやつ探した時に、うん、山口っていう人が3人おって、うん、その隣に山田が7個あったんですよ。おい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 、需要と供給のバランスと思って。大体山田や。鈴木と佐藤より多いってどないなっとんねんと思いましたもん。ほんまもう越したんかなと思って。いやだ、山田の方が多いと思うけどな。そんな山田には合います？いや大体書くところに山田って言うけど、鈴木佐藤ってあんま聞かない。あんま聞かないですよね、うん、山田でも僕そんな合わないっすわ。そんな合わない、そんな合わないっすわ。山田嘘、山田そんな合わないっすね。山田結構いてるで。だいぶ山田勝ってないでしょ。だいぶな。なんだそれ言ったったか。いやもうどうやら恥ずかしい今。言ってもだわほんま。山田ってめっちゃいいと思うんですけどね。山田に生まれた、そのでも昔ね、うん、その当時付き合ってる子とか、うん、まあ結婚したら性が変わるじゃないですか。変わるね。で結婚したら性変わるときに、うん、山田かって言われたことあるんすよ。ちょ待てやと。こっちはな25年間山田と付き合っとんねん。ほんま親はなもう50年間山田やねん。僕のおかんももともと森川っていう姓やったけど、嫁いで山田になっとんねん。そうやな。そうでしょ。いや分からへんけど、おかんも山田か。いやいやいや、待て待て待て。言うてたかもしれん。待て待て待て。いやおかしいでしょ完全に。山田、自分がもし山田やったらどうしますか？いや別にいいよ、僕はあんま性にこだわりないから。滝本はかっこいいから言えるんや。これよ、このなんかないもののあれあるじゃないですか。ないものねだりと言いますか、ないものねだりみたいな。なんか自分は別にそれやからいけてるでみたいな感じの、絶対山田ひろきやったら、うん、なんか今逆の立場ですよ。いや別にもうほら腹立つわ。別に与沢って呼んだろこれから。秒速。山田なぁ、なんか山田なぁ、いいんやけどなぁ。いいよ。その結局僕もしゃなんか接客業する仕事がよく多くて、うんうん、でお客さんとふわーしゃべってる時に、うん、自分おもろいなぁってなって、うん、でなんかその時に、うん、自分名前なんて言うんよって、山田っすって言ったら、うん、山田なみたいな。ちょっと半笑いなんですよ。なんなんこいつらと思って。まずその時に、まあ全国の山田に謝れとっていうふうにしっかりと言って、下を当てると直樹です、普通って言われるんですよ。いいやん、普通でいいやん。スンスンってきたって言われるんですよ。スンスンと行くやろと思って。山田直樹って普通でしょ。いや普通でいいやん。ねえ、なんか中の下じゃないですか。いやそう、そんなことないですか。いやでもだって名前が変わってたら絶対その都度聞かれるから、はい、まあまあまあね、まあ、学生の時とかは、はい、下の名前もやっぱ漢字が変わってるから。あ、そうですね。その毎回その先生も読まれへんから、はい、その自己紹介じゃないけど一人ずつ名前読み上げていく時に、はい、絶対僕のところで止まるんよ。あー、なるほどね。それが結構嫌で、あのタッキーさんのやつを変換とかするときにいつもあの起きるとかやるのダメなんですよ。ひろきの気するときとかも。でタクって打つじゃないですか、うん、タク起きるってやったらひろきってなるので、めんどくさいですよ。めっちゃめんどくさい。それはわかります。山田直樹ってペンってやったら一瞬で出てくる。一瞬で出てくる。ただし僕の気はみんなに樹木の字やと思われてるんですけど、これ輝くですからね。ここだけはちょっと主張させてもらいたいなと思って。どう、輝いてる。輝いておりますよ。そうなんすよ、輝き出して ねそうなんすよ。もういい振りしてくれましたわ。ほんまびっくりした。びっくりした。そんなパスできるんすか。いやいやいや、できるやろ。この人やばい。 MVP 今年の今年の MVP ですわ。上半期一番のベストパス出してきました今、はい、再現。山田輝いてる。やばいっす。あのね、山田ちょっと輝く時期がとうとう来ましたと。来たと。とうとう来ましたよ、ほんまに、ね、山田ね、うん、今日決めたんですけどね、うん、ちょっといろいろいろんなことをしたいなって動き回りまくってて、うん、でちょっとね、うん、9月にね、はいはい、お店をしたろうと、はい、お店をしようと、はい、決断しまして、うん、するね。もうしますわ、
もう宣言しました。もう宣言しましたよ。したね。もう9月に店開くからな。うん、絶対やる、うん、あの一応ねあの計画的に思ってるのは、まあ、お昼から開いてるお店、うん、お昼のランチがあってカフェがあって、うん、で、まあ、夜もあの開けるお店っていうのを岩手の、うん、まあ、岩手に住んでる方なら知ってる方もおられると思うんですけれども、うん、夢空間の方でね、うんうん、させていただこうと。まだねあの正直あの契約書を書いてないんですけれども契約書を今持ってて手に、はいはい、手に持ってるんですけども書いて出す、もしこれが誰かにさっき渡されたら、うん、開けないんですけれども、そうだね、もうさっきそこもやったろうっていうのになってるんで、うん、でまあプランであったりもいろいろ考えているので、うんうん、まあ、交互期待ということで、そうね、今ね、僕もあのグリーンジャンクションさんの方で、うん、農業の方も携わらせてもらったり、うん、で野菜を売らせてもらったりとかもいろいろさせてもらってるんですけど、うん、その野菜を中心とさせてもらって、うん、でそういったものをこう、まあ、ワンプレートでランチで出せるお店っていうのをちょっとね、うん、理想としてやりたいなと、うん、であとは自分が好きであるし勉強させてもらってる読書ですよね、本ですよね、うん、どうしてもその本っていうのをねどこかのテイストでやりたいなと思いまして、うん、それをちょっと考えております、うん、もうやるって言っちゃったから、ね、もう言いましたね言ったからね、言いましたね、これもやってなかったほんま、あの、なんやろ、はい、引きずり回しの系、いやこうやってヒーっていう系で、いやもう なんて言うのよ、晒し物にするしかない、やばいっすね、それもそれでありかもわかんないっすそれももう動画配信する、いや1時間ただただ1時間こうやってこうやって車に乗せて負け犬って書いて市内中走り回る、めっちゃおもろいめっちゃおもろい、だいぶブランドつくっすね、そう、負け犬という名のルーズドッグI'm ルーズドッグ、そう行きますよ、もう行っちゃおう、もうね今まで結構我慢させてもらってね、うん、我慢したっていうよりも勉強してる自分と思ってたんですけれども、うん、もう一歩踏み出す勇気だけやなと、 あとはねもうやりながら勉強、そうですね、うん、結局多分これから先の世界っていうのはやらんかったら見えやんなと思ったんで、そうだね、もうほんまにもう頭ばっかりちょっと、うん、まあ大事なことなんですけども勉強するっていうことはものすごい、で頭でっかちにちょっとなりすぎる前にちょっとガンって自分の中で踏んどかんかったら、うん、もうこれは進むことができやんくなってしまうなと思いまして、行きますよ、行っちゃおう、はい、行っちゃおうね、皆さんどんなお店になっていくか楽しみにしておいてください、そうだね、今はねまだ前のお店の流れがあったりするんで、うん、お店入った時に最初びっくりして僕アロワ治ったんでびっくりしたんですけど魚めっぽダメな人なんでバッて動いてヒャーって一人ただびっくりするっていう、めちゃくちゃおもろいやん、でちょっと可愛さが餌あげてたんですよ、うん、そしたらブワー来て、うん、うわーって一人で慌てるっていうそれ置いとこうや、いやもう無理でしょめちゃくちゃおもろいや、絶対無理っすわ僕そんな世話できないっすもん、10分2回ぐらいうわー絶対嫌お店オープン頑張ってください、はい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 、マジっすか、もうありがとうございます、ありがとうございます、 USA から投稿ですねUSA から京子0419さん、はい、USA から投稿してくれてます、ありがとう、わかんないありがとうありがとう、いい薬ですいやほんまね、お店の楽しみだね、いやもう頑張りますよ、ほんま皆さん今日さん来てくださいね、ぜひよろしくお願いしますね、作っていかなあかんから、ね、そうなんですよ、ね、どんな感じにしていこうかなってねちょっと思いながら、うん、まあ、その話は前かその話やっても別にええけど、そうですね、いやその話別にいいですわ、いいか別にいいか、あんまりいらんすよね、あんまりいらん、今このオープニングトークでここまで喋れたら、まあこのいやらしい話、例えば YouTube に載っけても15分ほどやったら見てくれるかなと思ってだいぶやらしい話、甘い甘いなこの甘いこの甘い思い、甘いなI'm lose dog いや作業するときはもう負け犬ジャージ着て、負け犬やばいっすねじゃあただね、これからがね、ほんまにちょっと自分の試練やと思ってて、うん、そのまあお店を作っていくのは、それは当然、うん、そのまあ、なんと言いますか、数字のことだったりとか、ね、どうやってお客さんに喜んでもらえるかっていうことをたくさん考えることはものすごい試練になってくると思うんですよ、うん、ただ、聞いてください、うん、それ以上の試練が僕には待ってると思います、そうだね、わかりました、わかるよね、わかりました、わかるよね、そうです、内装のことですそうなんです、あのね
ほんまに何にもできやんから、そうね、その配線であったりとか、あのお店の、まあ、例えば壁紙であったりとか、まあ、なんとなく自分のイメージでこうしたいな、あんなしたいなっていうのがあったりして、ここにこんなものを置きたいんやっていう前のやられてる人が結構日曜大学でいろいろ作ってるんですよ、そのなんと言いますか、あの通路と、お店とのなんかこう、まあ、スタッフが通るところ、あそこに料理を置いて運べるような棚みたいなのをこうキュンって出せるようなとこ作ってるんですよ。でその横にもトイレとドアを開けるようななんかガチャンってこうできるドアもあって、はいはい、そんなも作ってるんですよ、はいはい、やべえなと思って、はいはい、そうやね、まあ、ジャッキーのスキルじゃちょっと助けてください皆さんいやそういうのはやりに行くけど技術を持った方ほんまにどうしたどうした、ほんまよ、グリーンジャンクションから投稿ですね、はい、一切の悩みを伏せてただただ片付けや、数字なんか考えるなその通り、ほんまにただただ片付けやただただ片付けやなんかのことがいっぱいあるからね、ほんまにもうね、悩みとしてはそこ の, あの何も触れやんっていうところだけしかないんで、それ以外はね、ただただ楽しい、そうやね、楽しくね、できることしか思ってないんですよ、ほんまに楽しくてね、しょうがない、いいね、これからのプランを考えたりとかこうやっていくんじゃないかと思った時に、うん、そのまあ、自分も楽しくなるっていうのと、やっぱお客さんが喜んでくれるっていうことが、僕はほんまそのなんか綺麗事言ってんちゃうぞてめえって思われるかもわかんないですけど、ほんまにそれしか考えて動いてなかったんですよ。だからあの未だにこんな感じでフラフラしてて、はい、ずっとフラ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 して続けてたんで、それをこうやっと実現できるんじゃないかなと思う人にも出会えたし、で思うような形っていうのもできるようになってきたし、あとはそこから自分に対してのあと実力をどれぐらい出していけるかっていうところと、あとみんなにどれぐらいこうあのまあお手伝いしてもらえるのもそうですし、その皆さんと協力してたくさん作り上げていけることができるかなと思ってますんで、ほんまにちょっとまあお店、自分のお店っていう風な形では世間では見られたりもするかもわかんないですけど、あんまりそういう風に思ってないんで、なんかいろんなことをやれたらいいなと思っております、うん、ということで皆さんよろしく、え以上はい、はい、ということで、はいはい、いつものようにね、もう、うん、あのやっつけ仕事だけ終わらしますかやっつけ仕事、やっつけ仕事別にええかなと思ったんですよ、そうなんですよね、今日はね、うん、もういいわと思って、まあ、誕生日もねさらっと言いますわ、あの、うん、西川きよし、小柳ルミ子、リンジーローハン、藤井里奈、はいはい了解ですはい、はい、了解ですはい、で今日は何の日ということで、はいはい、今日でもねこれがねちょっと一個だけあったんですよ、うん、あのあんまりね、この辺は別に、タコの日、ユネスコ、その辺いろいろあったりするんですけれども、はいはい、今日はねあの1年の折り返しの日らしいです、うん、ああね、ちょうどちょうどね、ちょうどほんまにど真ん中らしいです、ど真ん中、どうですか上半期振り返ってみて、上半期振り返ってか、はい、どうやろうな、どうですかね、楽しかったなっていう、思いますか、めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、上半期ね、うん、楽しかったっすわやろ、何やかんや楽しかった、ただねその楽しかったんですけど、うん、調子悪い時期が長かったなと、うん、結構、はいはいはい、初めてぐらい、まあ多分今までもいろいろ悩んでる時期もあったりもしたんですけど、うん、結構こうほんまにうわーっていう時期があったなと思いまして、うん、自分のに迷う時期、そうだね、そう考えたら、うん、ジャッキー上半期相当迷路に入ってたよ、相当迷ってましたね上半期迷路はだいぶ長かったっす、うん、だいぶ長かった、だいぶ長かったっす、うん、一時だいぶ迷ってて、もうなんかあの人はみなあのオナニーで生きてるんじゃないかっていう風になってしまった時に自分もそれでいいんじゃないかってなってもうそれで生きようと思ったけど、生きた3日おもろないって思って、3日ですよ3日で生きておもんなくて、でそれが自分が好きじゃないんやなって、そういうこと、自分だけのことを考えて生きていくのが楽しいことじゃないんやって自分は思ったんで、それがやっぱその人が喜んでくれたら自分は面白いっていう感じやったんで、それに気づけたのが良かったなと思いまして、うん、まあ、いろんな生き方した上半期やったね、ほんまそうでしたよね上半期ほんまに振り返ってみた時に何があったんかなと思ったら、うん、何にもないかも分かんないしいやまあまあまあいいんちゃう、それがあったからね、うん、なんかその後半の目標もできたし、はい、はいはいはい、なんかいろいろすっきりしたんちゃう、上半期振り返った時に、
いい思い出といったら僕パーマ当てたぐらいしかないっすもん。いやいや最後にパーマ当てれてよかった。上半期締めくくれましたね。そう思えばいいかもわかんないっす、ね、前半はもうメンディーみたいなついて。前半えげつなかったですからね。前半えぐかった。1月入ったあたりからもうほんまどえらい髪型でしたから。あれはえぐかった。いやいや、やったん自分やで。違うし。あれ直されへんか。あれ自分やで。違うな。あんなメンディーみたいな髪のせいで。そう思えば、うん、めっちゃ伸びましたね髪の毛。伸びたな。伸びるもんなんですね。伸びる伸びる。嬉しいなほんまに。ほんまに嬉しいわ。もう一回メンディーにしよう。絶対嫌やろ。せっかくこうなったらね。もうなお店も板前みたいな。キュッてやって。キュッて。めっちゃいいじゃないですか。あのなんか店の看板もすすざんまい。そう自分がこうやってバーンってやってる。こんな店なったみたいな。すすざんまいってやってるんですよ。やばいっすね。絶対嫌やわそういうの。まあなんか楽しく行きたいな、うん、下半期は、ね。下半期はね。下半期はね、うん。楽しくただただ過ごす。下半期の目標とか。まあ、ああいいですね。下半期の目標。さっき振っていいですか？あ、いいよ。さっきじゃあ下半期の目標とりあえず生きるやね。おお、上半期も生きて、生きて、下半期も生きる、生きる、来期も生きる、生きる。まずはそこからから。強い。それ言われたらどうしたらいいんですか？もういや、それを超えるなんか。超えるとかやめろや、ほんま。超えるなんかも。超えるとかやめろや。下半期は。やりたいことをする。ああ、それ深いね。やりたいことね。はい、うんうん。もうほんまにそれでいこうかなと。うんうん、7月入ってから、うん、なんか吹っ切れたわけじゃないですけど、うん、ちょうど自分の中でも、ちょっときっかけがありまして、うん、で、やったろかいなと、うん、っていうことになって、うん、ちょうどほんま7月1日ですね、昨日か。うんうん、昨日、ちょうどまあ半分過ぎる、その7月の踏み切りの時期に、うん、もうなんかこういろんなことやっぱ考えて、相手のこととか人のことで自分のこと周りのことって考えてたりするときに、何の選択が正しいんかわからんくなって、どうしようかってなってて、でもこう後悔したくないから自分の生きたいようにしよう、自分がやりたいようにしたろう、で後からわかるやろっていう風なのをその自分の中でも思ったんですよ。でそれで行動して、でまあ、結果的には別に残念なことになることもあったりもするかもわかんないですけど、別にそれで後悔はしてない。その今まで人に言われてどうしたらいいであったりとか相談乗ってもらったり、まあそれは相談乗ってくれる人もいてましたし、でその人も自分のことを考えていろいろ言ってくれて、すごい大事な意見も言ってくれてましたし、それもあった中で最終的にやっぱ決めるのは自分やと。でそれで動いた時に後悔はないなっていう。その僕高校とかもう全部結構他人から見られた時に好きなことをやってきてる、まあ専門学校スノーボードやったり、大阪出て東京行ったりとか自分でやりたいようにして行ってるんですけど、それは結構やっぱ人に流されてやってるんですよね。人の意見、人がこういう評価を与えてくれたりとか、こんな感じの人がおったっていう風な感じになって、その人みたいになりたいっていう思いで、まあ決断は自分でしてるんかも分かんないですけど、結局のところ本質で出てるのは自分じゃなかったんですよ。でそれにだん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 ちょっとこうそうなんじゃないかなっていうふうに周りの評価っていうのをすごい気にしてるんじゃないかなと思って、でちょっとそれも関係なくもう自分そこをね一回でも多分間があったから、しっかり相手のことも考えれるようになれたからこそもう一回踏み切ったろうっていうふうに一個慣れてるんですよ今。すげえちょっと調子よくていい感じだね。すげえ調子よくてね。いやいや、後悔だけはほんましたくないなと。そうだね。まあ自分で一歩踏み出した自分の意思であればね、はい、うん、そこにかかるなんか力みたいなのも違うし、はい、なんかもう恥ずかしさとか、そのこうしたことによってこれっていうのとかももうええわと思って、そんなもんだ言う人は言うし、でも言う側に回りたくないってめっちゃ思ったんですよ、絶対。だからそれやったらもうやったったらええねんって。そしたらっていうか、今現状で自分の周りにやっぱりすごいこう大事な人たちがおって、その人たちを裏切りたくはないし、でもそれだけのために生きていったろっていうふうに思ったんで、それがめっちゃ楽しいんですよ。
いや、いいと思うよ。いいと思うよ。ゆずは頑張るぞ。頑張るぞ、ゆずは。人の子やから。人の子やから。頑張るからな、ゆずは。見といてくれよ。勝手に乗っからんといてくれ、それ。人の子やから。人の子もね、あの、子はかすがい。すごいよね。いや、ほんまに目入れても痛ないとかあるんやなって思いましたよ。いや、まあ、確かに可愛いね。全然痛ないです、目入れたけど。可愛い、うん、目入れたんすよ。って言ったんすけど。ってやったんすけど、全然痛ないっていう。いや、いいね。ね。そんな感じですよ。いい話が聞けたよ。ほんまですか？そんな言うてくれます？いい話が聞けたよ。下半頑張ろう。楽しなるわ。まあ9月にね、いい形になれるように頑張っていきたいと思いますんで、ね、はい。と今日はちょっとでもね、あの気になったところだけ行かしてもらいましょうかね。今日でもね、そのいろいろニュースもちょっと見てたりしてたんですけども、はいはいはい、まさかのね、うん、今日の13位の方、13位というかジャンプアップで、その、はい、僕が検索してるワードとかっていうのも、うん、前日よりこんだけ上がってるぜみたいな、ヤフーの検索とかそんなんじゃなくて、ワード自体が検索数上がってるよっていうので、ちょっと13位ほどになってたやつなんですけれども、あのセックス禁止令、はいはいはい、セックス禁止令っていうのが出てて、なんじゃらこれはと、そんな法令が出ていいのかと思ってしまいまして、見てたんですけれども、そのね、なんかあのワールドカップの決勝トーナメントをに今も入ってるじゃないですか、うん、入ってるね、で、予選が終わって、うん、でまさかこれね、セックス禁止した代表チームの全てが、うん、ベスト16位までで敗退してるらしいんですよ、うん、はいはいはい、でそれがアメリカ紙のタイムが表示してて、うん、でセックスの禁止を公にしてるチームが、うん、ロシア代表、ボスニア・ヘルツェコビナ、チリ、メキシコとかが入ってるんですけれども、うん、全部負けてて、うん、でなんかあの選手たちにセックスを禁止することを命じてる。でセックスは別に OK だよっていう風に言ってるスペイン、イングランド、イタリア、うん、これも禁止ですね、うん、でなんか残ってるところは、うん、セックスオール OK みたいな、うんうん、ただし、うん、あのセックスをしてもいいがアクロバティックなセックスは禁止らしいですよ、はいはいはい、っていうあのブラジルが、はいはい、バカらしいコートがなってるっていう風に書いてました、ここに。アクロバティックはダメだダメや、ダメやっていう感じですわ、うんそうね、はい、どうですかセックス禁止令。まあでもどうなるな、結局人間の遺伝子が持ってる欲求だから、はいはいはい、はい、他食欲とか、まあ、睡眠欲とかじゃん、はい、そんなもんを禁止したら体にいいことないよね。まあそりゃそうですよね。なんかボクサーとかは戦う前にセックスっていうのはやっぱしたがり、ワンラウンド分ぐらいの体力をやっぱ消費するみたいなんで、うんうん、禁止してるのは自分のためにうん、っていうとこあったりするっすけど、あれはだってボクシングって減量とか、はいはい、極限までこう自分を弱めてるじゃないけど、はい、ギリギリの状態やから、はい、なんか結局その1回分の体力も大変やろうけど、はいはいはい、サッカーとかってやっぱしんどいけど、はい、体に制限ってないからね。まあそうですね、うん、サッカーもやってましたもんね、うん、そうだな、うん、僕セックス禁止令なんかしたら国の代表やめますわ。国の代表やとしてもはってなりますよ、そんなの。国の代表としてセックスしたらほんま何を言うとんねんほんまに。勘弁してくれよほんま。でもそのデータの出どころもどうかと思うわ。まあまあまあね、だってもしその敗退し禁止令で敗退してても、はい、結果的に実力で敗退したかもしれんけど、はい、元々持ってるパフォーマンスより上がってたかもしれんし、ああなるほどね、うん、なるほどね、実はもう余裕負けかもしれんけど、うん、いい試合したとか、じゃあ結局禁止令が効いてたんやねとかなるし、はあ、だからなんかそういうニュース見るときってそういう比較も必要やね。はい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 、はい、語るね、セックスについて。セックスについて語ってない。一切語ってない。セックスについて語ったんじゃないですか。語ってない。そればっかりかなと思ってましたよ。伝道師やなと思って。いやいやいや。びっくりしたわ、今。こんな熱なる。あ、全然熱くなってない。なんか、わなわなしてましたよ、今。
なんかその多分ここに伝わってないかもしれないけど、タッキーさんフンフン言うてました。それ好きやな。最近フンフン言うこと。でもフンフンなるっていう。ふんふんなるってすげえなんか意識高いないですか。意識高い。なんかおいつってなりますよ。ふんふんしてるやつ。今日その行ったところの水槽におったアリゲーターがふんふんしてました。入ってピャーって言ってくる。ウイラ恐ろしい。ふんふんすること。はいはい。はい、っていう感じで、はい、あの、はい、セックス禁止令っていう言葉が上がってたんで、はい、ちょっとあのこれを見てみましたっていう感じでございました。はい、はい、ということで。はいはい。ね、うん、あれなんす。何なんすか。一応あのコーナーだけやっときましょうかね。何のコーナーですか。スタートします。何すかそれ。右？おわ、左？あなたは、どっち？おそんな。はい、止めれた。はい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 、3秒かかるんやね、はいはい、これ流れるまで。はい、今日もね、うん、究極の選択ですよ。来たね。来ましたね。来たね。これ前にね、あの反省点として、うん、究極の選択、お前ちょっとずるいぞと。これしたいなみたいなのあかんぞみたいな。でなんかそれに対するなんかあの何でしたっけ、どういう意図があってとかも考えてこいよみたいな感じだったりもしたんで、でもね思いましたよ。さっき考えるのずるいなってやっぱ思ったんで、僕もねあのいろいろこう自分の中で質問とか考えながら、でも自分ではまだちゃんと考えてないです。考えてない。考えてないです。それだけはその場のフィーリングで、その場のフィーリングで、はい、行きたいと思いますので、いきますよ。はい、じゃあ行きます。はい、 Aなめくじの匂いがする女子高生か、うん、B 女子高生の匂いがするなめくじ。どっちがいい。それも確実 A じゃないか。確実 A じゃないか。なぜですか。だってさ、なめくじと女子高生し比べてないやん。いやいや、なんかそのカレー味のうんこか、うんこ味のカレーみたいな感じのの、うん、ちょっとほんまに究極の選択っぽいパロディを作りたいなと思ったんで、うん、女子高生の匂いがするなめくじか、なめくじの匂いがする女子高生か。もうそもそもなめくじが嫌な匂いかどうかも分からへんパッと想像できへんから、それとも女子高生の方が良くない。じゃあ女子、でもなめくじですよ、匂いが。でも女子高生がいい匂いするとも限らへんで。あ、女子高生は全般いい匂いするでしょ。ジャッキーじゃなめくじな。女子高生の匂いがするなめくじですか、うん、いや、そんな言い方したら別に違いますけど。違うやん。そんな言い方するからやん。違う選択の与え方してくれたら、もしかしたらってなるかもわかんないですけど、僕もなめくじの匂いがする女子高生の方がいいです。やろ。それは女子高生の方がいいですよ。じゃあなんでジャッキーはそっち。あ、だって人ですもん。ほら、一緒やん。人となめくじしか比べてないから、人の方がいいやん。まあ、そうですわ。さすがですね。冷静ですね。やっぱ見方がいろいろあるな。いろいろあるな。いろいろな見方してきますわ、やっぱタッキーさんは。すごいわ。じゃあ、行きますよ。はいはい、じゃあ。まあこれはちょっとね、あのいい選択かもわかんないですね、うん、飲むならどっち、うん、透明人間になれる薬か、うん、空を飛べる薬か。あーね、まあありがちな質問でございますけれども、ありがちやね。よくちょっとこれを考えていきたいなと、うん、僕はね、うん、空飛びたいなと思いますよ、はいはいはい、それなぜかと言いますと、うん、なんでなんやろ、やっぱり人間のちょっとさっき言ってください、僕また考えてなかったですわ。フィーリングで空飛びたいっていう、空、タッキーさんがもし透明人間って言われたらそれいいなと思ってもらうかもわからんから。いや、じゃあさっき言うか。じゃあ僕は、はい、空飛ぶ方や。おお、なるほど、うん、なぜですか。それは空が飛びたいからとか、はい、そっちの方がいいからじゃなくて、透明人間が嫌やから。おお、なれるんですよ。別にずっとじゃないですよ。ずっとじゃない。もう嫌なの、透明人間。スケベやのに。違う。
なんか違う何やろうな、透明人間ってリアルになったらどうなるか想像したことある？いや、ないっす。ない、はい、なんか、はい、そういう映画があるのよ、はい、普通透明人間ってさ、なったら完全透明になってるみたいなアニメとかやったらそんなんないけど、はいはい、すごいリアルに描いた透明人間の映画があって、はい、ってなると飯食ったりしたら飯は透明じゃないから、はいはい、全部見えるし、はい、意外と雨の時とか透明じゃないし、あ、当たってますからね。そうそうそう、なるほどね、うん、だからそう嫌やから、それやったら空飛ぶかなっていう。なるほどね、うん、それやったらさ、消去法っていうわけですか。そうそう、消去法。うん、なるほど。僕はもう空ただ飛びたい。いつ飛ぶん？どういう時飛ぶん？空。いや、なんか向こうの方でなんかあったなと思ったら、うん、スーって飛びに行って、あいつ飛んでるやんみたいな。っていう感じで、スーって行って、パーンと降り立って、なんか見る、見る。ただただなんか見る。野獣馬ですよね。野獣馬。野獣馬、スーって。降り立って見る。そうだな、空飛べるだけで怪力があるわけでもないし助けれないんだ飛べるっていうだけなんで、だけやから、なんかあったらこうわっかけつ、ちょっと遅かったよっていう。でもちょっと早く行けるかも。まあまあ、なんかこう何かあった時にね、うん、多分その透明人間っていうのは、うん、まあ、空飛んだ方がなんか人助けじゃないけど何かしらに使えそうかなと。まあまあね、なんか使える時あるかなっていう。人の助けになりそうだしね。でもあれあるか、あれなんかこう空中領域とかね、なんか犯すとかならないですかね。まあまあ未確認飛行物体みたいな。そうですね、完全に完全に完全にヒューってパンヒューンってなって、あっってなったらまあそんな感じです、ね、はい、はいはい、じゃあいきますよ、はいはい、次の質問です。 A、借金100億円のスター、うんうん、B、資産100億円のハムスター。あ、はいはい、どっちがいいですか。どっちがいいってか、はい、これどうやろうな。借金100億円のスターかな。そっち選びましたか。そっち選んだよ。あ、敵ばっかりですよ。敵ばっかりよ。え、ちなみにジャッキーどっちだ。僕ですか、うん、B。 ハムスター。ハムスター B。 ハムスター。もう資産100億あったとしますよ、ものすごい豪邸住んでますよハムスター。多分でもハムスターやから、その資産100億円の使う術もないで。実際ハムスターに自分がなったとこ想像したことありますか。いや、ないけど。ないやろ。ないやろ。ないけど。ないやろ。じゃあハムスターがその資産100億円のうち10億円使いたいとき、どう意思表示するの。ぐるぐる回ってみる。ふわーって回って、ふわー、おいおいおい、回ってるよってなって、ひまわりの種しか出てけへん。バリ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 ってくるてやで。まあ資産100億円のハムスター、うん、難しいかな。でも資産マイナス、借金100億円のスターですよ。だってそんなん結構いっぱいいてるやん。野菜費とかものすごい借金してる。まあ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 、そうですね。そうか、うん、はい、まあまあいてる。でもまたスターなんやから、はい、返す方法いっぱいあるやん、はい、スターっていうもので売り出しようはいっぱいあるし、100億円のハムスターも売り出され方はいっぱいあると思いません。せいぜいハムスターの値段にしか。志村動物園とか出て。志村動物園出る必要ない。100億も来てる。ただそれがよう使わんだけど。やっぱりダメですわ。ということで、はい、次なんですけれども、はいはい、次の質問は、うん、どっちになりたいか、はい、あ、ごめんなさい、間違えました。どちらの方が人間としてダメか、うん、はい、
自分が何のやったら嫌かっていう感じですね。2次元の女性にモテモテか、うん、3次元の女性に奴隷にされてるか。はいはいはい、はい、どっちがいいですか。いやそれは2次元の女性にモテモテの方が良くない。あーそっちですか、うん、僕3次元の女性に。ここはね3次元の女性に奴隷ですかね。なんでちょっとその性癖みたいなバラさなあかんねん、ほんまそんなんじゃないですけど。どういう論理のもとそれを弾き出した。いや所詮二次元ですよ。そうそうそう、塗り替えることはないですよ。もうそれはもうあのプログラミングされてる上で、うん、そういう感じにしてるわけじゃないですか、うん、でも3次元の人がその奴隷になってるわけですよ、うん、感情が入ってるじゃないですか人間としての、うん、どっちも、うんうん、覆すことも可能ですよね。あね、そういう感じね、はい、まあまあまあ、まあ、奴隷っていうイメージがどう出るかですよね。その例えばドラクエ5とかでいうなんかあのピシッっていう感じのほんまにこうなんか年貢納める感じの奴隷なのか、ひたすらピラミッド組み立てる奴隷なのか、四つん這いになってる奴隷なのかっていう感じなんで、イメージとしては四つん這いのやつしかなかったんですよ。それやったら覆せることいけるなっていうのがあったんで、そうでした。いやでもだってさ、二次元にモテモテってさ、はい、言葉は二次元にモテモテやけど、はい、普通にしてたら三次元の人には分からないわけや。はいはいはい。でも三次元の奴隷は三次元の人に分かるやん。分かりますね。あいつ最近奴隷なんだってよみたいな。それは、そう言われたらそうかも分かんないですわ。そうですわ、三次元奴隷きついかも分かんないですやろ。リアルやん、リアルな世界やけどバーチャルなものは絶対分からへんから。まあそうですね。うん、こうも価値観が違うものか。価値観なのかな。じゃあ次いきますよ、はいはい。父親にするならどっち、はい、A おすぎ、 B ピーコ。あーこれ究極っぽい。来ました、これ究極来ました。父親ですよ。あーね、僕はじゃあせーので言いましょう今回は。え、あれ俺おすぎとピーコどっちがどっちか分からへんの。ピーコは色眼鏡の方です。あ、ピーコは色眼鏡の方、はい、あの、うん、おすぎは今北海道で食レポとかしてる方です。沖縄か北海道か迷って沖縄行った方ですわ。あーな、沖縄で番組やってます。福岡や福岡。あ、オッケーオッケーオッケー、はい、行きますよ、行きますよ、はい、せーの、おすぎ。あー、ここでも価値観の違いが生まれる。違い生まれたな。はいはいはい、なぜピーコ。ピーコってなんかファッション評論家とかじゃないですか。そうですそうですそうです、ファッションとかやってます。なんかファッションとかアドバイスとか知識持ってそうや。おすぎって俺なんかあったかなって思って。おすぎあのパッとしてないでしょ。じゃあおすぎ、いやパッとしてないから、おすぎやったらまだなんかあのなんとかなるかなって。そこしかないです。世に出やんくなるかなっていう。おすぎ、いやいやなんかなあ。おすぎほんと映画好きですし。あ、そうやね、映画評論家、映画やってるし、確かにね、それがあるんでね。確かに確かに。ピーコが父親やったらでも3次元の奴隷かも、踏んづけちゃうわよって言われるかも分かんないですよ。いやでもなんか見た目的にちょっとファッションっぽいから。まあまあファッショナブルですね。なんかちょっとなんかあんな感じでも、はい、あ、なんかこうファッションの感じやなみたいな、うんうん、分かるけど、おすぎなんかただただおすぎとなんちゃんがあんま分かんないですからね。そうちゃんこれ結構究極かな。これ究極やったな。究極でしょ、うん、マナーかなとか出すよりもこっちからと思って、うん、そっちやな、はい、うん、これがあったんで、うん、ちょっとまだありますよ。まだある、はい、はいはい、じゃあいきますよ、うん、ああ何何これラストですね。はい、ついに来た。これちょっといい質問ですわ。いい質問来た、はい、知ることができるとしたらどっち、はい、A 自分の未来、B、周りのこの世界のね未来。ああね、どっちですか。世界の未来で。なるほど、はい、なるほど、はい、どっちですか。
しいですねこれ難しいですね。ここも難しいですね。難しいよね。いや僕割ともうパッて言ってた。いやその綺麗事じゃないけど、こう自分の未来は自分で切り開いていくものやから、うん、別に見てもこう面白くなくなるっていうのもあったりするんですけども、うん、でも知りたい未来もある。あ知りたくない未来もある、うんうんうん、こっから例えば自分自身としての、うん、こうなんと言いますか、まあ、お仕事であったりとか、うん、こうなっていくんやっていう未来は見たくないんですよ、うん、でもこうなんでしょう、自分の携わってる方の周りの環境であったりとか、うん、こうなってんのは、まあ、自分が関連してるじゃないですか、うん、それは見てみたいっていうのもあったりもするんで、うん、自分の未来、まあでもそう思ったら世界か、世界の未来ですかね、うんうん、そうだね。自分の未来はね、なんなんやろ、それ知ったら生きる意味なくないっていう。まあそうですよね、ほんまに未来は変えれるもんやとも言いますけどね。そうそうそう、ちょっとしたことで変わるから、ね、うん、でほんまそうなんですよね、うん、なんか今どう動くかで全てが変わるみたいな、まあそのほんまにどの本を読んでも書いてるようなことかもわかんないですけど、うん、まあでもその通りやなっていう感じがやっぱあるんで、うん、今やっぱ寝てなかったら次で明日眠たなるとか、そんなもうそんな分かりきってることじゃないですか、うん、そういうことやなっていうのもほんまにありきたりなことやけどそうですし、うん、何かこう動くことがなければ何も変わらないっていうところですよね、うん、それが面白いなっていうのがあるんで、うん、うん、まあ未来かすげえ深く考えたな。深いなっていう感じですよねハムスターとかすぐ決めれたのになさやな、どうなるんでしょうね。どうなるか分からへんじゃんね、うん、ほんまに分からんわ。だって極端な話、自分だけで生きてないからね。そうですね、いろんな人の未来が入り混じってるから未来なんだよ。はい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 、自分が変わるかもしれんし、相手も変わるかもしれんし、はい、なんかいろんな人がちょっと変わるだけで未来って大きく変わるから。はいはいはい、はい、で結局変わりすぎるから白紙なんよね。うん、何もないんじゃなくて、うん、いろんな変わりようがあるから白紙なんよね。はいはいはい、なるほどね、うん、真剣に考えちゃった。いやいやいや、ちょっとねこのね、えいろんな出来事がほんまにその上半期あったおかげで、その、まあ、後悔しない生き方っていうこと、今っていうことしかもう考えやんくなろうと思ってて、でそういう風に動いていきたいんですよね。でほんまにその一日一日っていうのを、その今日最後笑ってたら OK っていう感じで思えばいいかなとほんまに思ってて、それが今を消化してるっていう言い方、違う見方したらそうかもわかんないですけど、でもそれをせんかったら多分先も楽しくないし、ずっとこんなもんもんしながらの思いを持ってるんやったらやったったらええねんっていう、うん、それが経験になってくるんやろうなっていう感じですよね。いい風に転がるしかないなと。どうしたどうした、まあ人それぞれよね。未来を想定して何か動くのが自分に合ってる人もいれば、はい、今を一瞬一瞬全力で生きる人がのが自分の体に合ってる人もいてるし、なるほどね、うん、なるほど。だって動物も大きいものと小さいものと自分の流れてる体の感覚と時間の流れは違うけど同じ時間生きてるからね、うんうんそうそう、放送事故やないかも考えすぎて放送事故になるっていうでもこの放送事故もちょっと楽しむっていうあかんあかん、あかん、奴隷やわこのド M すぎるわほんまに。はい、ということでお時間もなってきましたんで、もうそんな時間、そうなんですよ、マジか。今日はオープニングトークで気持ちよく喋ったんで、うん、だいぶ気持ちよかったです。いっちゃいますか。はい、山田直樹の名言セラピー。
楽しいことして怒られるか、怒られないように楽しくないことをするか、どっち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 。はいはい。いやいやいや。はいはいはい。これね、なんやったっけな。海辺のカフカじゃなくてね、なんかの、なんかの本に、昨日、おとつい、あれなんでしたっけ、未来シアター、未来シアターをちょっとね、録画してるやつを見てたんですけれども、その未来シアター見てるときに、今ね、渋谷のど真ん中で、30歳の方が図書館を立ち上げたんですよね、深夜1時まで営業する。で、その中で出てる本があって、その人がものすごい感銘を受けた言葉が、その今ほんまにそのなんというか、まあまあ多分普通の生活としてた人なんですよ、エリートと言わないですけれども、まあ怒られることもなくぐーっと淡々と生きてたんやけど、初めて何かするときにこっちの方が楽しいやん、でも多分世間からしたり親もそうやし周りからもあんたそんなんすんなって言われたらしいんですよね、でもやりたいんや、それしかないんやと思って動き出して、結局それに賛同してくれる人がたくさん出てきて、結果今その深夜1時まで営業する図書館っていうのをしっかりを森図書館っていうのを調べてもらったらあるんですけれども、自分の中でもそのスタイルっていうのがすごい良くて、やっぱりそれを小さいながらにもその形っていうのをちょっとやりたいなっていうのがあるんですよね、そういう人の社交の場であったりもそういうするし、一人で来れる、みんなで来れるっていう場所を作り上げてたんで、ものすごいいいなと。で、その人も後悔しないような生き方をしたいからそれを選んだっていう人さんで、ほんまに素晴らしいなって、その僕とここは同じだったんですけど、どっちかを選ぶときにただ楽しいか楽しくないかだけを判断材料として選んでる、でほんまその通りやなと思って、それしかないでしょ最終。最終ね、結局いろんなことを削ってったらそれしか残らへんよね、はい、だって不安なんて山ほどあるし、はい、やってみやら分からへん不安もいっぱいあるし、どんだけ考えて綿密な計画とっても最終残るのはやりたいかやりたくないか、楽しいか楽しくないかっていうところなんよね、はいはいはい、本物それだけやなと思うんで、でその決めたことでなんか結果を出そうと思ったらやっぱ好きこそものの上手なんじゃないけど、ハマってることじゃないとダメなの、だからこれを努力してるなと思ってやってることは絶対伸びへんし、楽しんでる、もう周りから見たらそれは努力に見えるかもしれんけど、いやただ俺はこれにハマってるだけやな、いうぐらいじゃないと、でなったらそうなるためにはやっぱ楽しいことを選ぶしかないし、なるほど、はい、楽しもうぜ下半期楽しもうぜみんな、ほんま1年もね、2014年ですね、2014年もあと半分になりましたよ、なったここからこの半分どうやって過ごしていくか、それは誰にかかってるか、あなた自身ですよ、ちょっと番組っぽかったですね、この最後の言い方ね、そうやね、自分らにやっぱかかってるんでね、まあいろいろ楽しいことはしていきたいなと思いますんで、なんかこうとりあえずハマってみましょう。そうですね、うん、でただただ楽しいことをしていこうということで、ちょっと月1キャンプ会をね、そうやね、月1キャンプ会しようぜっていう話になってて、一応今週の土曜雨かも分かんないですけど、そうやね、まあ雨やったらなんか雨しのげるところでそうですね、雨をしのげるところを選んで、まあ、橋の下かなんかで、この前買いました、はい、テントでキャンプ会ちょっとキャンプしてちょっとこうね、ランタンで照らしたりとか、コーヒー飲んで、まあなんか僕がねほんまにそういう、まあ、タッキーさんもここは一緒やなっていう風なところが、ほんまに誰でも分け隔てなく喋れるっていうところが欲しくて、その例えば今この2人で喋ってるっていうのも接点がほとんどやっぱりないわけですよね、こっちはもうまあ車のお仕事をずっとされてて、そのお仕事、まあ、しっかりとした自分でガーッて形勢立っていってる方で、僕はまだやっぱり、しっかり親のすね、かじってしっかりですよ、しっかりめにかじって、しっかりめにかじって
で実家で暮らしながらぬくぬくと王子育ちできてて、うん、でフラ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 やってるっていうだけで、うん、もう会って話するなんか全くないと思うんですよね、うん、でもそういう人がこんな風に喋れて、うん、何かこう新しいことを生み出してこんな風に絶対なかったわけじゃないですか、こんなラジオするとかも、うん、でそんなんがめっちゃしたいんですよ。そうなんかそのなんていうかな、もう社会的なポジションとか、はい、もうそのなんかね、収入がどんだけとか、はい、何をやってるとかやってないとか、はい、そんなのなしにして、なしです、うん、なんかその人の人間に興味を持ちたい、はい、うん、なんかどんな人生を送ってきたんやろとか、いやもう間違いないです、うん、ほんまに僕が経験してないこととかやから、もうそれを聞くのが楽しくてしょうがないし、なんかそういうボーダーレスじゃないけど、うんうんうん、いいよね。いやもうそれでいきましょうよそういうの、そういうのを目的としてその月一のねキャンプ会っていうのをこれからちょっとずっとやり続けていこうっていうふうに思ってますんで、いろんな人来てほしいよね。ねえ、うん、楽しみですよね。だから自分がなんかこう、まあ、話苦手な人とか、いや自分はそんな何もやってきてないからって思っても、その人生を周りの人はなんかその生きてないから、はい、楽しいこともあるし、はい、どんどん話したりしたら面白いに違うかなと。そういう場所を演出していきたいんで、皆さんよろしくお願いします。しますはい、ということで、はい、今週もちょっとねまた喋りだしたらこんな風になってしまうんで、うん、ここらで終わりたいと思いますんで、そうですね、はい、一応あの過去動画の URL も Facebook のその方に貼らせてもらってますんで、皆さんよかったらぜひご視聴していただければと思います。はい、ということで、終わり。OK でしょ。こんな感じで。はい、はい、じゃあいきます。OK でーす。ありがとうございました。